誰かのお漏らしを知らせるゴロ。誰だこのチッチは。誰がチッチしたこれ。どうせ捨てるつもりの毛布だったので良いけど、ちょっと時間を戻します。ボロボロで穴の開いた毛布の最後のお勤めにカメラセットしてお昼寝中。シオンは大好きなトイレットペーパーの芯と戯れてます。ナナが怪しい動きを始めました。ゴローも棒を持って横に来ました。シオンはトイレットペーパーの芯食ってます。やっちまった。シオンはトイレットペーパーの芯まだ食ってます。こっそりとその場を離れます。気づかないお母さん、寝返り打ったらやばいぞ。ナナがこっそり反対側に移動してきました。シオンは一瞬に気を取られ、お母さんの足の間に落とした大好物のトイレットペーパーの芯を回収してます。
場所に最初からいなかったことにした。回収成功。食ってます。